相本市のウェルネスパーク語式、高田屋貨幣公園に設けられた文学費、あの時空は青かった、生徒内少年野球団は、淡路島出身である、悪友の自伝的長編小説。悪友の個人誌、月刊千九百9 7 8年2月から1979年10月まで、連載、文芸春秋より1979年11月5日に、刊行された。 終戦後の淡路島を舞台に野球を通じた女教師と子供たちとの触れ合いと絆を描く第82回直木賞候補作続編となる後願期が別冊文芸春秋の151号から154号に連載文芸春秋より1981年6月1日に刊行また最後の楽園が 週刊宝石にて1984年4月から11月まで連載公文社より1984年12月20日に刊行されている。および、それらを原作とした映画、テレビドラマ、1979年度下半期の直木賞、候補作品、終戦後の淡路島における野球少年らの青春の日々を描いている。 同蔵1984年6月23日公開。A 代はマッカーサー、エス・チルドレン。配給収入は8億円。テレビ放送での視聴率は1985年10月3日、放送で25.3%を記録した。女優、夏目雅子の遺作であり、俳優、渡辺健の映画デビュー作である。 スタッフ出演ロケ地受賞歴エピソード1987年1月24日公開。前作の10年後が舞台になっている。瀬戸内の淡路島で終戦を迎えた野球少年少女の10年後の東京での青春模様。配給収入は3億円。スタッフ出演爆笑問題の大田光もエキストラとして出演している。エピソード、その他。 瀬戸内少年野球団のタイトルで、1993年10月8日に、富士テレビ系列で放送。日産自動車、創業60周年を記念し、日産60周年記念スペシャルと銘打たれている。放送時間は、金曜21時4分23時7分だが、本作は、金曜エンターテイメント扱いはされない。キャストスタッフ。 ドラマスペシャル瀬戸内少年野球団のタイトルにより、2016年9月17日に、テレビ朝日系列の土曜プライム枠にて放送。キャストスタッフハット AB 朝日新聞2014年11月22日、映画の旅人。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から2011430ページ。 週刊東洋経済1986年8月2日号122ページ。邦画フリーブッキング配集ベスト作品、キネマ淳法1988年2月下旬号、キネマ淳法社、1988年191ページ。対談、三村春彦大佐部秀夫、キネマ淳法1987年1月下旬号、45ページ。 竹井咲瀬戸内少年野球団主演、夏目雅子さん遺作、緊張感ものすごい。スポーツ日本。 http コロンスラッシュスラッシュ www.sponich i.co.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ2016スラッシュレゴスラッシュ30スラッシュ kij スラッシュ k2016 レゴサンレーレイ12686370 html 2016年5月30日閲覧三浦孝弘武井咲と 夫婦役で、初共演、瀬戸内少年野球団、オーコンスタイル、http コロンスラッシュスラッシュ www.oricon.co.jp スラッシュニューススラッシュ2076114スラッシュフルスラッシュ2016年8月2日閲覧瀬戸内少年野球団、青春編最後の楽園に関するカテゴリー、ありがとうございます。